ことでんバス株式会社は、香川県高松市に本社のあるバス事業とタクシー事業を行う会社である。高松こと平電気鉄道の連結市会社で2001年12月にことでんが経営破綻した時にことでんともに民事再生法適用を高松地裁に申請し、現在経営再建中である。なお、裁判所に提出した 民事再生計画はすでに完了している。相性は、以前は、旧社名と同じことでんバスだったが、民事再生法適用申請後イメージ一新を図るためにから、ことでんの部分をひらがな書きにしたことでん、バスに改め、2005年6月に、社名もことでん、バスに変更した。2005年2月2日に、中、四国地方の鉄道、バスでは、初の非接触式、 IC カードシステム以下を導入した。2006年1月10日の高松市への周辺6町の編入合併により、全路線が一停留場を除いて高松市内のみを走る。2018年に同じことでんグループの兄弟会社だった徳島西部交通を合併し、貸切バス事業は香川県、徳島県の両県を営業範囲としている。 高松空港リムジンバス停留所など、各種案内には、高松空港連絡特急バスと表記されることもある。一方、車両には、エアポートリムジンのロゴとともに、主にことちゃん、ことみちゃんがラッピングされたバスが運用されているほか、企業による全面広告のバスも使われる。通勤特急バス空港リムジンバスの改装を兼ねて、いずれも、 平日のみ朝の高松駅業を呼び、夕方から夜間の高松空港業が共に3本、河原町天満屋を経由しない、リムジンバスと同ルートで運行されるが、途中の停留所は乗降とも可能。空港通り一宮高松空港間に、ウイングポート停留所があり、1ヶ月につき、ウイングポートのお買い物券3000円分を購入する。 ことで、ウイングポート内にあるパークライドの駐車場を利用することができる。河原町の乗り場表記は、下り便のもの。上り便は、すべて5番。東方面、南方面、西方面、子供の、国シャトルバス、八島山上高シャトルバス、循環バスほかいずれも、定期乗車券の取り扱いはない。市民病院ループバス、町中ループバスを除き、定期乗車券の取り扱いはない。 受託運行路線受託運行路線の内綾川町 A バスでは以下は使用できない。高徳特,特急バスは除く。乗り入れ中止時点の市町名で記す。綾歌町、万能町、琴平町は琴平線のみの乗り入れだった。この琴平線は琴平街道を延々と走る路線で、岡本駅以南は鉄道線と完全に並行していた。 自社での高速バスの運行は行っておらず、四国高速バスが運行している路線、及び同社が予約を引き受けている、他社路線の発見のみを行っている。四国高速バスの項を参照のこと。以下関連機器、合成音声式放送装置、ノンステップバスの導入には、国土交通省の公共交通利用円滑化補助制度の適用を受け、国、県、 市町が一定の比率でその費用を補助している。しかし、民事再生法の適用を受けていた時期に実施された、以下システムの導入、合成音声式放送装置の更新において、同社ではあの事業者負担費用を賄いきれないため、香川県と周辺市長の話し合いにより、特別補助が実施された。 高松琴平電気鉄道同様、イルカボックスで利用者からの意見、苦情を常時受け付けている。返答は、高松築港駅前、河原町駅のバス案内所に掲出されている。以下、主要な経営努力を掲載する。ありがとうございます。